吉田友発見動画チャンネルの吉田友です。今日は栃木県の真岡市に来ております。東日本大震災の被災のこの一つですが、地元の佐藤和夫議員にちょっとご案内していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。実はですね、真岡も本当にかなり震災を受けたわけでありますが、唯一ここが通行止めになっております。これは通称真岡下立線といいまして、本当に私たちが生活しているときにはいつもここいつも便利に通行しているんですが、センターライン上からちょうどブルーシートの真ん中辺なんですが、40センチが45センチぐらい、見たところから左側がちょっと陥没している状態で、ちょっと通行するのにちょっと支障があるだろうというようなことで通行止めになっております。そしてその影響かどうかは分かりませんが、この北側に栃木県立真岡女子高等学校があるんですが、校舎の内の亀裂損傷がかなり激しいので、地震があってからすぐに春休みになっております。それは何といっても授業ができないというような建物の損傷の激しさがあるんで、そういう形で今クレーンも奥の方に見えますけども、本当にもう少しで春休み終わるところでありますが、ちょっと授業できないところがあるんで、どこか他の学校の空いてる教室を使って授業やるかっていうのは今検討しているところでありますが、まだ結論出ていないところであります。もう4月に入ったけどまだ授業が目処が立ってないということで、他のところを使わないとできないだろうということで、どちらかというとここはちょっと高台になっているところなんで、そういうな部分でちょっと震災を大きく受けてしまったのかなというの感じはしております。ちょっとこの下をちょっと映してもらうと分かるんですが、ちょっとこう高台になっているんです。下は10メーターからちょっと低くなっていますんでね、かなりこの辺もちょっと亀裂が入っています。こういう状況です。高校生の皆さんは本当に心配だろうと思います。どうぞ教育関係の関係者の皆さん方、どうぞ高校生が安心して新学期を迎えられますようお願いいたします。終わります。